NHK に委託されている業者の業務が弁護士法72条に違反するかどうかについての質問収書内閣からの答弁はゼロ回答でしたはい、えー、皆さんおはようございます NHK から国民を守ると参議院議員の浜田聡です今回の動画では先日私が提出した質問収書についてその答弁書が返ってきましたのでそのお話をさせていただきます え先日出した質問主意書ですね。タイトルは、日本放送協会から債権回収関連業務を委託されている法人による業務が弁護士法第72条に抵触するか否かに関する質問主意書というものでございます。えー、昨日ですね、こちらの答弁書が返ってきました。で、本日ですね、えー 公開をされておりまして、えー、皆さんもですね、ウェブサイトで見ることができます、えー。動画説明欄の方にですね、リンクの方を貼っておきますので、えー、もしよかったら皆さんの方も見てもらえればと思います。まああの 内閣からの答弁書としましては、ですね、えーまあ、冒頭で申し上げたように、ゼロ回答でありました。まあ、これについてはですね、えー、予想していたことなので、えーまあ、特に気にする必要もな,ないのかなという気はします。あのまあ、気にする必要がないというのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、まあ、あの予想できたことなので、まあ、こういうことをですね、まあ、地道に続けていこうかなと思っております。 えー、ちょっとですねせっかくなので、提出した質問収書の方をですね紹介させてもらおうと思います、えー。ということで、ちょっと画面の方を切り替えますね。えー、こちらがですね今回、答弁書が返ってきた質問収書になります。でこれはですね質問収書の方で、まあ、答弁書ではありません。はい えー、答弁書の方はですね、もう3行ぐらいで、まあ、短い回答でしたが、まあ、あの質問収集書の方ですね、まあ、せっかくなんでちょっと読んでいこうと思います。えー、日本放送協会から債権改修関連業務を委託されている法人による業務が弁護士法第72条に抵触するか否かに関する質問収集書ということで、えーまあ、これのね、えー、これに関する、 問題などをですね、一応分かりやすく解説してあるつもりですので、あの、まあ、あの、背景などをご存じない方はですね、ぜひこの機会に知ってもらえたらと思います。はい。えー、日本放送協会は、協会への放送受信料支払いなどの金銭債権の回収を当事者でない委託業者に個別訪問によって行わせている。 NHK から国民を守る党のコールセンターや所属議員、関係者のもとには、この委託業者が個別訪問の際に放送受信料の収納業務、いわゆる債権回収関連業務を行っているとの報告が多数寄せられている。こういった債権回収関連業務にもし制限がないとすると、無資格者が法律事務の取り扱いをできることになり、いわゆる反社会的勢力が債権回収関連業務を受託することにもなりかねないため、 債権回収関連業務を取り扱うことのできるものに制限をかける法律として弁護士法が存在すると承知している。その中でも弁護士法第72条には弁護士または弁護士法人以外の者のは報酬を得る目的で法律事務の取り扱いや終戦をすることをなりわいとすることができない旨の記載がある。弁護士法違反は犯罪であり、 弁護士法違反においてなされた契約は無効となるだけでなく弁護士法違反を犯した者に2年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則がある弁護士でもなく弁護士法人でもない協会の委託業者が個別訪問をして債権回収関連業務を行うことが弁護士法第72条に抵触するかどうか以下質問するえ質問1協会の委託業者が 個別訪問して、そこの10個の者のに未払い受信料の支払いを求めることは弁護士法第72条に定職するか。質問2、協会の委託業者が個別訪問して、そこの10個の者のに未払い受信料の支払いをしなくてよいから、今月から支払えばよいというような支払い交渉をすることは弁護士法第72条に定職するか。 協会の委託業者が個別訪問をして、そこの重戸の者のに未払い受信料の支払いを求めて、払わないと裁判になるぞと裁判をちらつかせて支払い交渉をすることは弁護士法第72条に定触するか。えーまあ、これが質問内容になります。で、ちょっと画面の方を切り替えようと思います。で、えっ、ー、とですね。 これに対するですね、内閣からの答弁書としましてはですね、1から3までについて、お尋ねの各行為が弁護士法第72条の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄であり、お答えすることは困難であるという答弁書を いいただいておりま,すまあこちらについてはですね、まあ、予想通りということでございます。で一応 NHK から国民を守る党としてはですね、えー、各地でですね今裁判を行っております。まあいくつかですねあの、まあ、判決が出たところもまあありますけれど少しずつですねこんな感じで まあ、やっぱりこの弁護士法72条違反に関する判断については、ひとまずですね、司法に任せる、裁判所に任せるという方針で、えー、いいのかなと思いますが、まあ、ただ我々、私としてはですね、このように質問主意書をですね、えー、提出することで、何、え、つ、ー、うのかな、あの まあ、皆様にですね、問題提起をしてですね、えーまあ、考えていただく機会になろうかと思います。まあ、今回はですね、えー、ゼロ回答でありましたが、すでにですね、また別の質問集書も提出をしております。えーまあ、先日ちょっと報告したかもしれませんが、あ また同様にですね、弁護士法第72条に関する質問収集一書になります。で、今度はですね、ちょっとタイトルを読み上げますと、日本放送協会とその委託、業者間の業務委託契約書の契約内容が弁護士法第72条に抵触するか否かに関する質問収集一書というわけで、今回はですね、まあ、あるルートから、あ まあ、NHK とその委託業者の間の契約書を手に入れたんですね。で、その手に入れた契約書の契約内容のところをですね、実際に抜き出して、この質問収書に書いてですね、この質問、この契約内容が弁護士法72条に抵触するか否かっていうことについて、質問をしております。 まあこれについてもですね、おそらく内閣の答弁書には個別具体的な判断できないということで、まあ、今回と同じようなです、ね、回答が返ってくることはまあ予想はできるとは思いますが、まあ、それはね、えー、ある程度仕方ないかなと思います。まあ、引き続きですね、あのまあ、こういう形で弁護士法72条に関する質問収支書というのは、あ まあ角度をねあのいろいろと切り替えて、えー、違った角度からどんどん質問収集をね書いていっていいのかなと思います。まあもちろんですね同じ答弁が返ってくるということはまあ予想できるんですけれどまあただ我々としてはですねこんな風に問題をね質問収書という形で投げかけてですねまあ一般の皆さんもですね目にすることはありますし。まあ そうだね、質問収書をどの程度の方が見ているかというのは、もちろんそこまで多くはないとは思うんですけれど、まあ、ただ少なくともです、ね、これの答弁書を書いている総務省、または法務省の方にとってはです、ね、それなりに問題提起をできているのではないかと思います。総務省とか法務省省ととかか法の方で、です、ね、やっぱりこれはおかしいなといなう 問題意識の方を植え付けることができれば、ですねもうそれはそれで質問収書の効果はあろうかと思います。あのというところになります。でちなみに、ですね今回の、まあ、今回答弁書が返ってきた質問収書も、ですねあと個別の契約書内容を利用して書いた質問収書も、ですね司会の渡辺利光さんが書いていただいておりましたので、えーまあ、本当にね、えー ご協力の方ありがとうございました。まあぜひね、渡辺さんの方には、あこの質問集書を私が書きましたというアピールをね、してもらっていいのかなと思います。まあそういう意味ではですね、えー そのうちに、えーまあ、手伝いに来ていただいている坂本さんなり渡辺さんなりといった制作、まあ、スタッフという形になるのかなと思いますけど、まあ、あとね、末永さんもですね、えー、積極的に情報を発信していただいているので、まあ、ここで仕事したことについてはどんどん発信していただいてですね、えー、いただければと思っております。まあそ、ねそ,うまあ、そういうすることでですね、まあ 皆さんの今後の選挙なりでのね、あのアピール材料にもまあなりますし、まあ、党全体のアピール材料にもまあなりますし、まあ、何よりです、ね、国民のためになろうかと思いますので、まあ、ぜひね、こういうところはどんどん発信していただけたらなと思っております。というわけでですね、まあ、今回、質問収集一書については、まあ、ゼロ回答ではありましたけど、まあ、あの 政府から、政府というか、まあ、内閣からですね、その意義のある答弁を引き出すことだけが質問の意味というわけではないと考えていますので、まあ、質問、ね、注意書を提出するということ自体にいろんな意味があろうかと思います。まあ、そのあたりをですね、えーえーまあ、考えていただければですね、まあ、必ずしも今回の答弁、悲観的に見るものではないかと思っております。というわけで、まあ、またね、皆さんから。 ご意見いいただければと思います、えーまあ、最後になりましたけど、まあ、皆さんからねどんどん質問収書こんなのどうだっていうのをですね、えー、送ってもらえればですね調整して、えー、提出をします、えー、ただ基本的にはですねこういう質問収書提案だけじゃなくてもうできれば具体的なもう文面まで書いていただきたいというのが、まあ、正直なところになります、えー、現在 今国会で提出しているです、ね、環境事務次官のです、ねえー、炭素税に関する言及に関する質問収書であったり、えー、あの投資信託に関する質問収書についてはです、ね、まあ、文面を私のメールアドレスにいただきまして、こんな質問収書を提出お願いしますということで、まあ、ちょっと、ね、私の方で、えー、調節をさせていただいて、いただいた文面をそのまま出すということはちょっと、ね、できなかったですけど、まああの 基本的にはですね、いただいた、かけていただいたご苦労についてはですね、尊重する方針でございますので、まあそんなところで、まあ質問収位書、ね、の方も、まあ一応募集をしておるということを最後に付け加えさせて、私のこの回の動画を終わろうと思います。本日、令和2年11月18日の水曜日、もうすぐ10時30分になります。参議院、 議員会館より NHK をぶっ壊す。